YouTube をご覧の皆さん、 in 東京からお送りしております手島葵です。今日はですね、7月の23日にアルバムランデブーをリリースいたしましたので、そのアルバムの中から2曲ライブでお届けしようかなと思っております。実際にそのランデブーのアルバムを作ったこのレコーディングスタジオで実際に参加してくださった2人のミュージシャンの方と一緒にお届けいたします。オンピアノ多藤さん、オンギター田上雄一さん、そして手島葵でお届けいたします。ちょっとしたもの、そしてショコラです。泣き疲れて明けた朝に必要したもの、青いソファ苦いコーヒー、切ない本当愛する国、ちゃんと朝を始め少しわがままでもいい、ハンカチなんかいらないわ、 I do、 髪を上げて目を覚まして優しい粒のショコラ見つめない。
So what?